欧州市は東北地方の中部、岩手県の内陸南部に位置する県内第二の人口を要する市。岩手県の県南地方を管轄する出先機関である県南広域振興局の所在地。2006年に水沢市、江差市,市、伊沢郡前沢城、伊沢町、衣川村が新設合併して誕生した。上空からの欧州市市役所のある 水沢地区中心部周辺の空中写真。1976年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。欧州市は西側を大宇山脈、東側を北上山地で挟まれる北上盆地の南部に位置する。北は花巻市、北上市、 西和賀町、金ヶ崎町、南は、一の関市、平泉町、東は、東野市、住田町、西は、秋田県東成瀬村に接している。欧州市最高峰の焼け石岳を主法とする、西部地域の焼け石連峰は、ブナの原生林が多く残されている。また、北上川東側には、北上山地につながる、田園地帯が広がり、東端部には、種山高原。 阿原山高原が連なっており、地域全域が緑のあふれる豊かな自然に恵まれている。主な過重地は、登流する伊沢川によって開かれた、広さ2万ヘクタールで、日本最大級の伊沢線上地、その先端の東側を南北に流れる北上川が、形成した、貸断団及び、その他の消火線沿い平地や高原地域となっている。 荷重地面積は443.69平方キロメートルであり、全国で7位である。岩手県の荷重地率は低いが、当市は北上盆地の恩恵を受けていると言える。人口は約12万人で、県内では盛岡市に次いで第2位の人口規模となる。総面積は993.35平方キロメートルと広大で、東京都の2分の1弱の広さがあり、 県内では、宮古市、一関市に次いで、第3位の面積を有する。土地の利用状況は、総面積のうち、田が17.7%、畑が4.8%、宅地が3.5%、山林が44.1%で、農地の割合が高く、稲作を中心とした複合型農業により、県内屈指の農業地帯となっている。 肥沃な大地からは、前沢牛、餌しりんご、餌し金さつまいなどの有名な農産物を生産している。また、交通の利便性の良さを背景に、県内でも屈指の商業集積が進み、工業団地等が整備され、農、工、商のバランスが取れた産業基盤が特徴である。炭鉱地方は古代東北地方の政治の中心地で、あり、角塚古墳、伊沢城跡、 木野川遺跡群など数多くの史跡が残されている。幕末から近現代にかけては、市中心部の水卓地区から多くの偉人を排出しており、特に、高野長英、後藤新平斉藤実は水沢さん偉人と呼ばれ、それぞれ資料館や聖火など、史跡も多く残されている。欧州藤原氏に起源を持つ、南部的岩野道ダンス、秀平塗りなどの伝統産業や、 日高か防災などの祭典も多く、機関産業の事業展開が図られている。旧欧州街道及び東北本線は、先端沿いで、貸し断球場の水沢地区の中心地域を南北に、通っているが、断球外科の断球名を通る国道4号沿いには、新しい市街地が形成され、大規模なロードサイド店舗の進出が見られる。東北新幹線、水沢江差市駅は、 その対岸に位置している。伊沢ダム工事事務所他に、大型洗浄地としてなすのが原洗浄地、黒部川洗浄地などがある。焼石竹原子およそ500万年前、欧州市周辺が仙台から続く入り江になっていた。頃の時代は、前沢クジラなどの海生哺乳類が住んでいた。約3万5000年前には、車軸戦闘機を出土した柳沢館遺跡などが存在し、 旧石器時代から人が住んでいたと考えられる。遺跡は中期旧石器時代で、片腫れ危機器、さっき、車軸戦闘系白片などの石器があるが、後続する後期旧石器時代の遺跡は未発見である。縄文時代の東北地方は、後世と比べ気候温暖であった。当時の東北地方は、粉らくりなどの落葉紅葉樹林に広く覆われ、海岸線は平野の中まで、 深く入り組んで、最終生活に適した環境を作り出した。なお、縄文時代の文化は、東高制定と言われ、西日本の人口密度が希薄だったのに対し、東北地方と関東地方は、日本列島の人口の過半が集中する、縄文文化の中心地であった。縄文時代の遺跡として、大新水上遺跡などがある。 弥生時代の遺跡としては、清水市大石などから、石坊王朝が発見され、近くから水田の跡も見つかったことから、東地方でも古くから、稲作が行われていた。古代日本列島北端に位置する、門塚古墳伊沢城石長者蛇原廃寺跡、この地方は古代、大和朝廷から、北上国と呼ばれ、日本初期には、北上の国は、土地が広大で肥沃であると記されている。 平安時代初期に編纂された俗日本記によると、水陸万景の地と記されており、古くから開けた土地であった。東北地方が、山東県に服属せず独立を保っていた、地方王国の時代から、仙台平野南部に次ぐ東北地方住民の中心地の一つであった。当時、東北地方の人々は、山東県から江戸と呼ばれ、恐れられていた。5世紀後半6世紀初、 日本列島北端に位置する前方公園墳、角塚古墳が造営された。当地には古代から豊かな国を支配する強大な権力を持った豪族がいたことを伺うことができる。729年、東北地方初の寺院として行基が黒いに東高山薬師寺を建立する。5世紀前後、仙台平野を中心とする東北地方南部が、 山東王権に復属すると、山東王権は、伊沢盆地を中心とする東北地方中南部の映像と対立した。780年府州長伊地あざまろが、東北地方の長官らを殺害して、反乱を起こすと、映像と朝廷の間に、いわゆる38年戦争が始まった。この時も、伊沢、江差氏は、映像側の根拠地であった。 789年、エゾの軍事指導者、アペルイ率いるエゾ軍は徹底抗戦し、つぶせの戦いで、朝廷軍を撃退した。しかし802年、聖衣大将軍、坂の上の田村麻呂に降伏し、38年戦争は、関武天皇の勝利で幕を閉じた。戦後、朝廷は、国府多賀城から、陳府を、伊沢城へ移した。平安時代後期、 衣川を拠点とする豪族であった安倍氏が、府襲長として、奥六軍を支配し、近辺では、国司よりも、はるかに強力な勢力を持つに至った。しかし、全9年の役で、出羽の府襲長、清原氏の援軍を得た、源頼地家、吉家親子により滅ぼされた。木の川の地は、都人も憧れた歌枕としても有名で、多くの歌人によって、 歌に読まれた。平安時代末期、全9年の役及びあと3年の役を経て、清原清平が、実ッのの姓に服して、藤原氏を名乗り、根拠地を、江差氏軍と与田間から、岩井軍平泉に移して、独自の地方政権を打ち立て、政治文化の中心都市の建設に着手した。平泉の市街地は、木の川の北側にも広がっており、 衣川を挟んだ南の政治都市と北の産業、商業都市が融合して機能する複合都市を形成していた。衣川には、藤原元成と源義経の居所である、衣川間や、中村寺の新院などが並び、一大産業、商業地があった。前沢の白鳥館遺跡は、手工業生産が行われていた川港として栄えた。また、 清平が平泉に館を移した後も、江差市ではますます、山院で、中村寺に奉納された、金銀麻工書一最教が書者されるなど、清平の本拠地として、重要な役割を持ち続けた。安倍氏の千代彦欧州藤原氏は、約100年間にわたって、東北全域を支配した。しかし四代目、当州、藤原康平の時、源、 義経をかくまったことを口実に、源の頼朝の侵略を受けて滅亡した。中世鎌倉時代から室町時代にかけて、頼朝から欧州総武行に任じられた、葛西清重を外する加西医師が統治を治めた。初代清重は、欧州藤原氏の要である、伊沢軍、岩江軍と押鹿軍を与えられ、平泉ではなく、石巻城に京構えた。追記年代。 築城者は不明だが、現地の伝承では、加西市加心の八谷市、佐々木市、柏山市などが水卓城を築城している。水卓城は、加西市の伊沢平野支配の拠点の一つであったと、考えられている。また、江差市軍には、幕府御家人、千葉よりの三男である種道が廃され、岩屋道場を居城として、江差市を名乗り、江差市支配下の一小部が、 一戸部城を築城している。消防寺1349年無定量省が黒井に消防寺を建立。大愚二州における総統州の本寺、日本第三の本山で東北地方における総統州の中心寺院として発展。かつては東日本各地に末寺が508カ寺や1200寺あったと伝えられている。戦国時代末期になると、 笠西氏は領土を、伊沢軍、岩井軍、押鹿軍から、富軍、元吉軍、江差氏軍、気仙軍にまで拡大した。その一方で南部で隣接する大崎市と衝突するようになった。このため大崎市を挟み合う位置関係にある戦国、大名、伊達市と同盟し、伊達市から当主を受け入れるなど、伊達市と密接な関係を築いた。伊達政宗の頃になると、笠西領は、 伊達の馬内ちと呼ばれる伊達氏の巡領土となった。伊達氏は火災氏の軍事指揮権を掌握したが、朝税権は火災氏が握った。伊達政宗が豊臣秀吉に屈服し、秀吉が欧州市沖によって火災氏を滅亡させると、秀吉は火災領を家臣、木村義清に与えた。これに不満を抱いた伊達政宗は旧火災領及び旧大崎領で、 カ西大崎一騎を起こさせた。しかし、正宗の陰謀は秀吉に露見する。秀吉から一騎鎮圧の命令を受けた正宗は、木村義企を一騎勢から救出し、自ら一騎を鎮圧した。戦後、秀吉は正宗から、伊達軍などの先祖ゆかりの地や正宗が征服した、会津地方を奪い取り、正宗に旧カサイ領と旧大崎領を与えた。 正宗は巨城、岩出山城を築き、新しい領土の統治に当たった。こうして、欧州市一帯は、伊達領の一部となった。豊臣秀吉が死ぬと、伊達正宗は、徳川家康の天下取りに協力し、1600年の関ヶ原の戦いを経て、翌年正宗は、巨城、仙台城と城下町を築いた。ここに、仙台藩が誕生し、 欧州市一帯は仙台寮の一部となった。近世水沢城跡のバーぎ後藤久志安平仙台寮は、現在の宮城県と福島県の一部、岩手県南部となり、伊達志賀漁には、閣領地が与えられ、市内には、水沢城、岩屋道城、一戸部城、前沢城が置かれた。水沢には、大官所が置かれ、領主も点々と変わり、 寛永六年留守修理が入場すると、近世城下町、水卓の原型が形成され、以後仙台藩一門三石留守市の支配が、幕末まで二百三十四年間続く。なお、宗都市は父、留守、正影の代から、伊達市を名乗っていたため、水卓伊達市とも呼ばれる。水卓は、欧州街道が南北を貫き、仙北街道と西街道が交差する交通の要所であったため、 宿場町として栄え、商人の町として、町人文化も栄えた。岩屋道は、仙台半北辺の要害として、岳家の重心が治めた、城下町として整備され、北上川の周運や、陸路交通の要所地ということもあり、問屋町や馬市が開かれ栄えた。岩屋道場は幾度も領主が変わったが、慶長15年、岩木高道が、 伊達家の家臣に取り立てられた手正隆と改名、岩屋道の領主となり以後仙台藩一門六席、岩屋道伊達屋の時代が幕末まで続く。1612年キリシタンである後藤久志庵は県分村2200国を領した。彼は自分の家臣や領民をキリシタンに消えさせ、県分の地名をキリストの福音に満ち立ちにしようという心から福原に変え、 福原が東北地方のキリシタン不教の拠点となる。1623年にかけ、資材を投じて伊沢川の水を引く大水石の改作に尽力したが、幕府による近教令により逃亡。意志を継いだ地域住民により受安石が完成。伊沢平野が国葬地帯となる基盤を作る。近代かつて水沢県庁舎として使用されていた。 水沢県庁記念館井戸観測初級、本館母親戦争では、仙台藩は奥上津立藩同盟を作って、明治新政府と戦った。仙台藩の一門である水田区立氏も、白川の役に出陣したが、石切山などで敗れ、1869年6月12日に、星隊長ら17人の死者を出した。新朝廷を創設する動きまであったが、敗戦により、 東部朝廷の誕生はならなかった。同年、伊達市家臣は、質量となり、伊沢軍は、伊沢県、江差市軍には、江差市県が開設された。伊沢県は、当初仮県庁を、前沢城に置かれ、後に、水沢城が、伊沢県庁を取り、江差市県は、岩屋道場に県庁を置き、後に、平軍横田村へ移動となる。 さらに水拓だけ氏家中は陪審であるからとして、昨日を命じられ、仙台藩の私族席を得られなかった。このため、私分を保つために、家中一同揃って、北海道開拓に参加すべきとの意見が出されたが、国安は、病身のため国間の気候に耐えられないであろうとの判断から仙台に残留し、吉田元はじめ、坂本平九郎が、家中二百名を率いて、 石狩国札幌郡に移住した。この時、水田立てうじ中によって開かれたのが、平岸村である。1876年廃藩地県の東廃合が、続き、一関県、水沢県、岩井県となり、岩手県に編入となる。1878年伊沢、江差軍役所が、塩釜村に置かれる。1889年町村制が施行され、伊沢郡には、 水沢町や衣川村等13町村、江差市郡には岩屋道町等13町村が成立。1890年薩長反別政治に反対し、国会を開き、国民の権利と議会政治の実現を求める自由民権運動は岩手県でも起こり、衰弱には旧仙台藩士族の海坂ゴンサブローを中心として立正者が結成された。 岩手県成立後も、旧仙台領である伊佐は、江差市、西祝、東祝、下仙の県南五軍は、地形、産業、歴史上、南部領とは異なるとして、住民により、県南五軍を宮城県へ編入する文献運動が、自由民権運動とともに起きた。文献運動は署名運動がなされ、宮城、岩手両県の政治家により、衆議院、貴族院を通過したが、 県南五軍を岩手県から離せば、県の財政基盤が崩れる点から、岩手県側から強い反対にあい、実行されなかった。同年、日本鉄道水沢駅が開設される当初、北上川東岸にある岩屋道に付設される予定だったが、住民の反対により、道線が西岸側にあるルートへ変更となり、水沢への物流機能集積が始まる。 1899年水卓に、井戸観測所が開設され、井戸観測所初代所長の木村久志博士が、Z 港を発見した功績により、国際局運動観測事業の中央局となる。戦後引く現代1954年、伊沢郡、水沢町、姉から田村、牧村、桜川村、黒井村、羽田村が合併し、水沢市となる。 1955年古城村、白山村及び東岩井郡聖母村と合併し、新生の前沢町が発足。1955年江差市郡岩野道町、稲瀬村、あた村、田原村、広瀬村、柳川村、田丸村、藤里村,里村、米里村、井出村が合併し、江差市町となる。1958年に江差市町が、市政市港、江市市となる。 1967年伊沢村が調整施行し、伊沢町となる。1977年東北自動車道が完成し、水卓インターチェンジが共用開始。1985年東北新幹線、水卓江差市駅開業2006年水卓市、江差市,市、伊沢郡前沢町、伊沢町、衣川,川村が合併し、欧州市が誕生する。これらの西二町一村は、 2000年国勢調査に基づく水沢都市圏を構成する地方公共団体である。同年県の出先機関である一ノ関、花巻、北上等の千枚屋の各振興局を水沢地方振興局に統合し、県内広域振興局が設置される。2008年岩手、宮城内陸地震が発生し、最大震度6強を観測。 2011年東日本大震災が発生し、最大震度6弱を観測。ふるさとを愛し生き行きと働くことができる街を、作ります進んで、学び文化の香り高い街を作りますみんなが手をつなぎ、健康で、明るい街を作ります。鹿門章欧州市から、市の関市、宮城県気仙沼市にかけての北上高地が、国際プロジェクトで建設される、 世界初の超大型加速機、国際リニアコライダーの最有力候補地となっている。誘致が実現すれば、国際機関や大学、企業の研究所が集積し、多くの研究分野が融合した国際科学都市の形成が見込まれる。世界中から研究者が訪れるため交通インフラの整備も必要になり、仙台空港の国際線造便や、 科学都市までのアクセス整備も計画に含まれる。都市形成が始まって、初期10年間の経済波及効果は5兆2026億円になると予想されている。欧州市、ILC ウェブサイトも参照。農協、生協指定金融機関指定金融機関は、岩手ふるさと農業共同組合である。JA 岩手ふるさとは、市役所内に、欧州市役所本庁内支店を設置。 水卓を除く各総合支所に JA 岩手ふるさとの交金課が水道発出所を設置している。なお、江差市地区は岩手江差市農業共同組合の事業エリアであるため JA 岩手ふるさとの支店、友人出張所を設置しておらず江差市総合支所に水道発出所が設置されているのみであるため指定代理金融機関が別途設定されている。欧州市全域に 地域自治区を置いていたが、2018年3月31日に廃止された。県南地域を管轄とする国や県の行政機関が置かれる場合が多い。救急指定病院休日や間休館センターその他、病院国内海外中心市街地の各施設である、メープル市内商業集積地である、水沢地区は、江戸時代から平成初期まで商人の町として栄えた。 その中心街である、水沢駅西側は1990年代、中頃まで、従来の商店の他に、マルサンデパート、マルカンデパート、大港、三春や、ジャスコなどの大型商店が進出し、中心市街地の規模では、県と森岡に次ぐ都市として栄えた。しかし、バブル経済崩壊後の平成不況や、旧大棚法が廃止された2000年以降の、水沢駅東部及び、 前沢駅東部の国道やバイパス沿いへの大型転進室などの影響により、駅前のアーケードはシャッター通りとなり、全国の地方都市と同様に、中心市街地が空洞化している。主な商業施設炭鉱地域では、古くから伝統工芸品や工業用部品などを製造する諸工業が古くから発達していたが、産業構造の変化により、既存の諸工業は、 最盛期を過ぎ、変わって、政策的誘致による、電子部品組み立て工場が立地。近年になり、自動車組み立て工場と、その関連工場が流星を極めている。市郊外にある、江サ市中核工業団地、江サ市フロンティアパーク、元杉工業団地などへの企業誘致により、欧州市の製造品出荷額は、約2500億円と、県内では隣接する金ヶ崎町、 北上市に次いで第3位となっている。市内には東京エレクトロンの拡散路、減圧、CVD 装置の製造拠点である東京エレクトロンテクノロジーソリューションズが進出しているほか、近年はトヨタ自動車が東北地方をコンパクトカー生産の拠点と位置づけており、主にアクアラクティスイストを製造しているトヨタ自動車東日本岩手工場の増産に伴い、 市内の関連する自動車産業が活性化している。また、伝統産業の一つである南部鉄器が近年経済成長が著しい中国の富裕層に人気で中国市場からの発注が伸びている。農業の面では全国有数の農業圏である岩手県の中で欧州市は市町村別農業生産額がトップとなっている。市内には数多くの名所、 旧跡レジャー施設が点在。欧州市観光物産協会が中心となり、祭典や物産、グルメなどを交えながら PR している。しかし、南に世界遺産の中村寺や猛辻などを有する平泉町、北に温泉地や宮沢賢治といった観光資源がある花巻市があり、どうしても通過点として埋没しがちで、周辺の有名観光地ほど認知度も 高くないといった課題を抱えている。宿泊施設は東北本線の水沢駅周辺に集中。その他は、江差や郊外の温泉地に点在する。地元資本のホテルや旅館がほとんどで、行き替資本のビジネスホテルチェーンは、ホテルルートイン、欧州のみ。東北新幹線の水沢江差駅周囲には、宿泊施設がない。新聞社放送局、 欧州 FM 本社スタジオ正面玄関、情報誌ウェブマガジン、水沢駅水卓江サ駅中心駅は、水沢駅である。高速自動車、国道一般国道主要地方道一般県道、種山が原因沢ダム、日高神社、テーマパークレジャー施設江差藤原の号、水沢公園温泉水卓 VLBI 観測所、20メートルアンテナ、斎藤み記念館日高かぼ 祭り伝統工芸品南部、鉄器鉄瓶食品前沢牛水沢駅ホームの南部、鉄器風林装飾。ありがとうございます。